皆様、こんにちは。札幌グルメ、ひんなひんなの、むねです。いやー、ちょっとツイッターをね、見ていただいてる方が、YouTube にもいらっしゃれば、ちょっと思いのほか、とんでもない方向にバズってしまいまして、アップルパイおじさん、私ちょっと心苦しく思っておりますが、ツイッターっていうものを使って、遊べばなと、楽しく思えればなと思っておりますので、ぜひ、気になる方は見てください。早速脱線してしまいまして申し訳ございません。本日は、大通りにございます、牛タン屋さん、庄屋というお店でございます。以前ですね、ちょっと大通りでご飯食べたいんですけど、どこかおすすめありますかというふうに、聞いたときにですね、フォロワーさんが、牛タン屋さんいいですよっていう風にして教えていただきましたね。僕も牛タン専門店ってそんなに行く機会がなかったので、今回行ってまいりました。あのね、老舗なんですよ。老舗なんだけどね、お店の皆さん言い方ばかりで、撮影にもね、ものすごく、いや、全然いいよっていう感じで撮らせていただきまして、素敵なお店でございましたので、今回ご紹介したいと思います。では、どうぞ!
庄屋さん、いかがでしたでしょうか。こちらのねお店なんですが、もうやっぱね入った瞬間からね、もう老舗をね感じさせないフレンドリー感がすごい良かったです。やっぱりねちょっとあれ入りにくいかなと思うね老舗のところも多いんですけど、もうね撮影いいですかって感じから、いや全然どうぞ撮ってくださいっていうようなね感じで、こうオーナーの方もそうですし、あのフロアのね方もすごくフレンドリーで、いろいろ話させて話す方で、すごく親切なお店だなと思いました。でね、ちょっと牛タン焼く目の前のね席をちょっと座らせていただきまして、に定食はね2500円なんですけども、もうね2枚とか3枚を目の前ですぐ焼いてくれるんですよ。焼いて出す、焼いて出すっていうスタイルなので、出来上がってくるっていうよりかは、ぜひねこのカウンターに座って、カウンターに座るとこの高菜とかお皿にこう乗せて置いてくれるんですけど、そのお皿の上に牛タンポンと置いてくれるんですよ。でそれを麦飯と一緒に食べて、またそしたら焼き上がったら牛タンを乗せてくれる。この牛タンもね、ほんとこの炭火のね火加減とあを見ながらね、さーっとこう裏返したり細かく焼きながらやる、すごい美味しかったです。また牛テールスープゴロッと入っておりまして、これもすごく美味しい。今ねどんどん原価上がってきて、こういう牛タンってほんときついと思うんですよ。なんですけども、すごくね常連さんに愛されてるお店でございました。オープンと同時に入ったんですけども、続々ね常連さんが入ってきて、まあこのご時世ね、いろんなことお話ししながら、やっぱりね飲食店の素晴らしさっていうのは、こう常連さんとだったり、こうお店の方との会話だったりねするんだなっていうのはまた気づきましたし、まあこの地区でね何十年とされてるお店ですので、ぜひね牛タン食べたい時、庄屋さん行ってみてください。でぜひねカウンターに座って、目の前でね焼いてる姿を見ながら、定食なんなら牛タンね、いろいろ楽しんでみてください。素晴らしいお店でございました。では今日はここまで、バイバーイ。